よろしくお願いします。ありがとうございます。パケットアナリシス with MLB オーバーイヤー施策というタイトルでお話をいたします。しおいと申します。よろしくお願いします。普段はウェブアプリケーション開発のお仕事をしています。で、昨年 Ruby 会議テイクアウト2021でもお話をさせていただいたんですけれども、こういった Ruby 会議の会場でお話をするのはこれが初めてなので、とても緊張しています。で、趣味でコンピューターネットワークに興味がありまして、ワイヤーシャークには主にホビーユーザーとしてお世話になっています。ということで、ワイヤーシャークについてなんですけれども、もちろんご存知の方も多いと思うんですが、非常に広く使われているネットワークパケットアナライザーです。で、ネットワークパケットアナライザーというのは、ネットワーク上流れているパケットを解析して、人間にとって分かりやすい形式で表示をするというソフトウェアです。で、今ご覧いただいているこの画面は、Wikipedia からの引用なんですけれども、ワイヤーシャークを使うと、こういう感じの GUI でパケットを可視化することができます。で、この GUI は3つのペインで構成をされていて、一番上が流れてくるパケットを一覧で表示するパケットリストペイン、真ん中が各パケットを読みやすい形式にして表示をするパケットディテールペイン、一番下が各パケットをバイナリ形式で表示をするパケットバイトペインとなっています。で、ワイヤーシャークはデフォルトで非常に多くのネットワークプロトコルをサポートしています。例えばここに例示してある、IP だったりとか TCP と、の5年中に宇田助さんがお話をされたクイックであったりとかも確か、サポートしているかと思います。こういったものは特に設定不要で、ワイヤーシャークを起動するとすぐにキャプチャーを開始することができます。で、こういったパケットの解析を行うために、ワイヤーシャークにはそれぞれのプロトコルにそれぞれ対応するモジュールがビルトインされています。で、こういったモジュールのことをプロトコルディセクターと呼んでいます。ディセクターというのは解剖をするものという意味だそうです。では、もし解析をしたいパケットのプロトコルをワイヤーシャークがサポートしていない場合はどうすればよいかというと、その場合はそのプロトコルのパケット構造に対応するディセクターを自作してワイヤーシャークに組み込むことによってそれを解析できるようになります。で、そのためにワイヤーシャークディベロッパーズガイドにはディセクターを自作するためのチュートリアルが掲載されています。例えばここに Foo という名前のプロトコルがあったとします。このプロトコルのパケットは1バイト目がパケットのタイプ、2バイト目がフラグ、3、4バイト目がシーケンス番号で、最後の4バイトがイニシャル IP アドレスで構成されていたとします。で、これはちょっと読みづらいかと思うので頑張って読んでいただく必要はないんですけれども、先ほどのワイヤーシャークのチュートリアルに従って Foo プロトコルパケットを解析するディセクターを自作するとこういう感じになります。で、このディセクターをワイヤーシャークに組み込むと、こんな感じで Foo プロトコルパケットを解析できるようになります。パケットディテールペインをご覧いただくと、上からパケットのタイプ、フラグ、シーケンス番号、イニシャル IP アドレスが表示されているかと思います。で、現在のところワイヤーシャークはこういったディセクターの自作を支援するために C と Lua にのみ API を提供しています。つまり我々 Ruby 人にとってはちょっと残念なことに Ruby でディセクターを作ることはできないというのが現状です。ということで、この度 Ruby でもディセクターを自作できる拡張ワイヤーシャークを作ってみましたというのが本日のお話です。MRuby をワイヤーシャークに組み込むことによってこれを実現することができましたので、そういったお話をしたいと思います。ということで、アジェンダです。まず、Ruby でディセクターを作る方法についてご紹介します。その後、実装面についてお話をした後、最後に皆さんおなじみ、dRuby パケットを実際に自作のディセクターで解析してみたいと思います。それではまず、Ruby でディセクターを作る方法からご紹介します。の前に、まずは、ワイヤーシャークの中でディセクターがどういうふうに動作しているのかについてお話をさせてください。で、ワイヤーシャークの中でディセクターは最低2回以上動作します。1回目がワイヤーシャークの起動時で、この時にディセクターがワイヤーシャークに登録されます。で、2回目以降はトラフィックの発生時です。この時毎回ディセクターがパケットを解析します。で、ワイヤーシャークの起動時にディセクターがワイヤーシャークに登録されるというふうにご紹介したんですけれども、この時登録される各ディセクターの中にはパケットを解析するために必要な各プロトコルの情報が含まれています。で、この中にヘッダーフィールドの一覧が含まれています。ヘッダーフィールドというのが何かというと、これはワイヤーシャークがパケットを解釈して人間にとって読みやすく表示をするためのメタデータです。例えば、データの種類を表現するラベルであったりとか、データの大きさであったりとか、表示形式などが含まれています。
パケットディテールペインに表示されている情報はこういったヘッダーフィールドを元にして生成されています。でトラフィックが発生するとディセクターはパケットの中のどの位置にあるデータをどのヘッダーフィールドを使って解析するのかを対応付けます。これによってワイヤーシャークはパケットの中に含まれているデータをそのデータがある位置ごとに解析することができます。まとめるとディセクターには少なくとも2つの機能が必要で、1つがパケットの解析に必要なプロトコルの情報を登録する機能で、この情報の中にヘッダーフィールドの一覧が含まれています。でもう1つがパケットの中の各データの位置とそのデータをどのヘッダーフィールドで解析するのかを対応付ける機能です。で Ruby でディセクターを作る場合にもこういった機能が必要で、それを踏まえて Ruby で作ったディセクターはこういう感じになります。こんな感じのコンフィグファイル風の DSL になっています。で、WS プロトコルコンフィガーメソッドというものがあるんですけれども、このブロックの中に具体的な内容を記述していきます。で、このブロックの中が2つのセクションに分かれていて、レジスターセクションとディセクターセクションです。レジスターセクションではパケットを解析するために必要なプロトコルの情報を登録します。ここでヘッダーズメソッドの引数にヘッダーフィールドを表現するハッシュの配列を渡すことによってヘッダーフィールドの一覧を登録することができます。で続いてディセクターセクションではパケット内の各データの位置とそのデータをどのヘッダーフィールドで解析するのかを対応付けます。ディセクターセクションはディセクターズメソッドのブロックの中に記述します。でここで、itemsメソッドの引数にデータの位置とヘッダーフィールドの対応付けを表現するハッシュの配列を渡すことによってこういったものを登録することができます。でもちろん Ruby で書いた Foo ディセクターでも先ほどの Foo プロトコルパケットを同じように解析することができます。で拡張ワイヤーシャークにはその他にもちょっと便利な機能があるので合わせてご紹介します。まず、サブメソッドというものがあって、ディセクターズメソッドのブロックの中で使用することができます。このメソッドはパケットの解析結果をパケットディテールペインに表示する際にサブツリーにして表示することができるというものです。でサブメソッドの中でさらにサブメソッドを呼ぶことができて、そうするとサブツリーの中にさらにサブツリーをネストして表示させることができます。あとはバリューアットメソッドというものを用意していて、これはパケット内のデータの位置を指定することによってその位置にあるデータを16進数を表すストリングオブジェクトとして取得することができるというものです。あと、ワイヤーシャークが提供している便利なマクロだったりとかイナムがあるんですけれども、こういったものの一部はこのコンフィグファイルの中では定数として扱うことができるようにしました。では続いて、今ご覧いただいたようなディセクターを作るためにどういうふうにワイヤーシャークを拡張したのかについてお話をしたいと思います。ちょっと力技を使っています。Ruby でディセクターを作ることができるようにするためには、まずワイヤーシャークに2つの動作を組み込む必要があります。一つはワイヤーシャークが Ruby のコードを理解できるようにすること。で、もう一つはワイヤーシャークの起動時にディセクターが先ほどのコンフィグ配慮を読み込んで実行できるようにすることです。まずですね、ワイヤーシャークは主に C で開発をされていて、そのままの状態だと Ruby については何も知らない状態です。なので、MRuby をワイヤーシャークに組み込むことによってワイヤーシャークが Ruby を理解できるようにしました。そのために今回はまずワイヤーシャークのリポジトリをフォークしてきて、そこに Git サブモジュールとして MRuby のリポジトリを追加しています。で、ワイヤーシャークはビルド用のメイクファイルを生成するために CMake を使っています。まずはこの CMake の実行時にワイヤーシャークが MRuby をパッケージとして見つけることができるようにするための設定ファイルを用意しました。あとワイヤーシャークは CMake の実行時に WSFind パッケージという独自のマクロを使ってライブラリを検索しています。なので、このマクロを使って検索ターゲットに MRuby を追加するようにしました。最後にワイヤーシャークをビルドする際に今から開発しようとしているディセクターが MRuby をリンクするようにしました。そうしてこのディセクターのソースコード中に MRuby のヘッダーファイルをインクルードして Ruby のコードを書くと、無事にワイヤーシャークの中で Ruby を実行できるようになりました。で、次のステップはワイヤーシャークの起動時にコンフィグファイルを読み込んで実行できるようにすることです。ワイヤーシャークの起動時にディセクターはハンドオフ関数という関数を呼び出しています。なので今回はコンフィグファイルを読み込んで実行するための MRBWS プロトコルスタートという関数をあらかじめ用意しておいて、このハンドオフ関数の中で呼び出すようにします。
で、ハンドオフ関数はディセクターのソースコード中に記述するんですけれども、この関数はコンフィグファイルのパスを MRBWS プロトコルスタート関数に呼び出して、渡して呼び出すだけのシンプルな実装になっています。で、その MRBWS プロトコルスタート関数は DSL のためのクラスやメソッドを定義したり、初期化の処理を行った上でコンフィグファイルを読み込むというものです。まずワイヤーシャークが起動したこの時点では、この拡張用のコードはレジストレーションモードで動作しています。ここでまず新しい MRB ステートを作って、あらかじめ用意しておいたグローバル変数へ保存します。次に引数で受け取ったコンフィグファイルのパスもグローバル変数へ保存します。こうすることによって、後ほどトラフィックが発生した際に、こういった情報をグローバル変数から取り出すことができるようになります。その後、実際にコンフィグファイルを読み込んで実行しています。で、コンフィグファイルが読み込まれると、WS プロトコルクラスのコンフィギュアメソッドが呼び出されます。このコンフィギュアメソッドは MRBWS プロトコルコンフィグというC関数を実行しています。で、このコンフィグ関数でまず WS プロトコルクラスをインスタンス化して、その後インスタンスイバルを利用してコンフィギュアメソッドのブロックを実行します。そうすると、コンフィギュアメソッドブロックのレジスターセクションで、パケットの解析に必要なプロトコルの情報が WS プロトコルインスタンスに格納されます。で、この中にもちろんヘッダーフィールドの一覧が含まれています。で、コンフィグメソッドブロックの実行が終わると、先ほどのコンフィグ関数に戻ってくるんですけれども、レジストレーションモードの場合はこの後 WS プロトコルクラスのレジスターメソッドが呼ばれます。で、レジスターメソッドは WS プロトコルレジスター関数というものを呼び出しています。そしてこのレジスター関数というのがプロトコルの情報をワイヤーシャークに登録するという重要な役割を担っています。この関数ではまず一番最初に WS プロトコルセットメンバーズという関数を呼び出します。はい、なるほど。どうしよう、手持ち無沙汰ですね。はい、ちょっと機材調整のためにお待ちいただいているという状況なんですけど、5分ほどかかるということで、何かちょっと面白い小話を私ができればいいんですが特に用意をしていないので、皆さんにはちょっとじっとお待ちいただけると嬉しいですすごいめちゃめちゃこう声が枯れるかと思うぐらい練習してきたので、何でしょうね、今ちょっと結構緊張の糸がほぐれてきてる感じですね、逆に。
そうですね、なんかRuby 会議のこう会場が初めてですっていうお話をさせていただいたんですけど、なんかこういう記念的な感じになって逆に嬉しいですね。お待ちいただいてありがとうございます。はい、え。なるほど、え。なるほど、ちょっと待ってくださいね。あ、そっか、ちょっと待ってください。すいません、スピーカーデックの資料をですね、先ほどツイッターの方で、アップしていたんですけれども、どうやら404になっているということで、ちょっと今できるかな。この間にできるといいんですけど、あ、ちょっとダメかも、ごめんなさい。すいません、後でちょっとドラフト解除してきます。すいません。準備をしていただいているそうです。ネタ？ネタですか？あ、小話のネタを送ってくださるということですか？なぜワイヤーシャークでやろうと思ったか。え、そうですね。あ、ちょっとそうですね。これ、ちょっと後日ってちょっとなんかこうブログとかに書こうかなって思ったんですけど、ちょっと DLP をワイヤーシャークでキャプチャーするっていう、DLP パケットをキャプチャーするっていうことをやろうと思っていたんですけど、私のその時持っていた知識ではできなかったっていうのが去年の年末にちょっとあって、で、それをなんとかできるようにしようとしたっていうのが、今回の、話ですね。なんですけど、まあそれはちょっと舞台裏的な楽屋裏的な話ですね。さらに言うと、なぜそもそもワイヤーシャークに興味を持ったかというご質問をいただいてるんですけど、そうですね。なんだろう。ネットワークプロトコルに興味があって。なぜこんな話をここでしているのかよくわからないですけど、去年ですね、もしかしてこう去年のトーク聞いてくださった方いらっしゃるかもしれないんですけど、ネットワークプロトアプリケーションプロトコルを自作できるワイヤー、なんだろう、フレームワークを作るっていう話を去年させていただいたんですが、ネットワークプロトコルに興味があって、でそのネットワークプロトコルを、いい感じに、なんだろう、もうちょっとこう詳細を見てみたいと思ってワイヤーシャークに行ったって感じですかね。ちょっとなんだろうな、本当にまだまだ初心者なので、ちょっとうなすけさんであったりとか、こううずらさんであったりとかにはこう学ぶところが非常にあるなと思っております。ごめんなさい、もう一回お願いします。好きな TCP TCP のコントロールフレームで一番好きなものは何か。なんだろう、フィン。なんかちゃんと終わったことを表してくれるから。ありがとうございます。ありがとうございます。話題振っていただいて。好きな YYT の番号はいつですか？ちょっと待ってください。好きな RFC の番号を今聞かれたんですけども、すいません、ちょっと私ですね、まだちょっとそっちに行けてないですよ。行きたいですね、そっちに。こんな感じで大丈夫ですか？
ょっとよく聞こえなかったです。あ、はい。何でもないそうです。ですね、今お伺いした話によると、今復旧するのに、まあ、ちょっとお時間をいただいている状況なんですけども、その復旧した後にちょっと1分ほどこう巻き戻ってこう続きを っていう話になっていて、なのですみません、ちょっとスライドを巻き戻しました。ちょっとこれが1分だったのかどうかよくわからないんですけど、よろしくお願いします。というので、一旦私横に履けますけれども、よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。すみません、再び登場させていただきました。ちょっと続きをやっていきたいんですけれども、巻き戻しをするっていう話をしたんですけど、巻き戻しなくて大丈夫だそうですので、先ほど の ダイジェストをお知らせをしました。ここからですね、再びお話をしていきたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではですね、再び、お話の方に持っていきたいんですけれども、レジスターメソッドというものが呼ばれたところからですね。で、レジスターメソッドは、WS プロトコルレジスター関数を呼び出していくんですけれども、で、このレジスター関数というものが非常に大事なもので、プロトコルの情報をワイヤーシャークに登録するという重要な役割を担っているものになります。で、この関数はまず最初に WS プロトコルセットメンバーズ関数を呼び出しています。呼び出されたセットメンバーズ関数は、まず先ほど WS プロトコルインスタンスに格納した情報のうち、プロトコルの情報のうちですね、ヘッダーフィールド以外のものを取り出します。これは例えばプロトコル名だったりとかポート番号などです。で、取り出した情報はあらかじめ用意しておいたグローバル変数にコピーをします。で、こうすることによって後ほどトラフィックが発生した際にワイヤーシャークがこういった情報をグローバル変数から取り出して扱うことができるようになります。で、セットメンバーズ関数の呼び出しが終わると、レジスター関数に返ってきて、で、次に WS プロトコルインスタンスに格納されているプロトコルの情報のうち、今度はヘッダーフィールドの配列を取得します。そして取得したヘッダーフィールドの配列分、ヒープメモリを確保して、配列の各要素を一つ一つメモリに格納していきます。こうすることによって、こちらも後ほどトラフィックが発生した際に、ワイヤーシャークがヘッダーフィールドの一覧をヒープメモリから取り出して扱うことができるようになります。で、その後がこの関数のクライマックスです。ワイヤーシャークが提供している関数を使って、まずはヘッダーフィールド以外のプロトコルの情報をワイヤーシャークに登録します。
最後にこちらもワイヤーシャークが提供している関数を使ってヘッダーフィールドの一覧もワイヤーシャークに登録します。でここまでがコンフィグファイルの実行によって行われる処理です。でハンドオフ関数はこの後何もせずにそのまま終了するので、以上がワイヤーシャークの起動時にディセクターが行う処理ということになります。最後にトラフィックの発生時にディセクターが行うことを合わせて拡張コードに追加していきます。トラフィックの発生時にディセクターはコールバック関数を呼び出しています。このコールバック関数の中に残りの処理を記述します。これがそのコールバック関数なんですけれども、まず最初に拡張コードの動作をディセクションモードに変更しています。でところですね、先ほどワイヤーシャークが起動する際に生成した WS プロトコルインスタンスがあったんですけれども、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今のところ特に永続化の処理を行っていないものだったので、ハンドオフ関数の終了時に虚空の彼方へ消えてしまっています。なのでこの段階でもう一度 WS プロトコルインスタンスを作り直すことにします。そのために先ほどグローバル変数に保存した MRB ステートとコンフィグファイルのパスを利用して再びコンフィグファイルを読み込んで実行します。そうすることによってもう一度コンフィグ関数が呼ばれるので、その中で再び WS プロトコルクラスをインスタンス化してコンフィギュアメソッドのブロックを実行します。そうするとコンフィギュアメソッドブロック内のディセクターセクションで WS プロトコルインスタンスにパケット内のデータの位置とヘッダーフィールドの対応付けを表すハッシュの配列が格納されます。でここまで実行したらコンフィギュアメソッドブロックからコールバック関数に戻ってきます。次に先ほどディセクターセクションで保存したばかりのデータの位置とヘッダーフィールドの対応付けを早速 WS プロトコルインスタンスから取り出します。でその次、この関数のクライマックスなんですけれども、今ご覧いただいているこの2箇所はパケットを解析した結果をパケットディテールペイに表示するための関数です。でこれらの引数にただいま WS プロトコルインスタンスから取り出した情報を渡して実行します。でこれによって GUI で解析結果を確認できるようになります。ということで以上が拡張ワイヤーシャークの実装です。それでは最後に実際に自作ディセクターを動作させてみた例として DLB パケットを解析してみたいと思います。で私の発表の後にですね、関さんがお話をされるご予定なので、大変恐縮なんですけれども、少しだけ DLB についてお話をさせてください。ご存知の方多いと思うんですが、 DLB はある Ruby プロセスから他の Ruby プロセスのオブジェクトに対してメソッドを呼び出すことができるというライブラリです。でこの時にプロセスが他のホストマシン上にあっても呼び出しが可能です。例えばここに A と B という2台のマシンがあったとします。A のマシンには Foo クラスと Foo クラスの中にグリーティングメソッドが1つ定義されています。であとは Foo クラスのオブジェクトが1つ生成されています。ここで A のマシンで DRB スタートサービスというメソッドを呼び出します。この時引数には任意の URI と先ほどの Foo オブジェクトを紐付けます。ごめんなさい、渡します。こうすることによってこの URI に対して Foo オブジェクトが紐付けられるということになります。その後 B のマシンで DRB オブジェクト new with URI メソッドを呼び出します。でこの時引数に先ほどの URI を渡します。そうすると、生成することができる DRB オブジェクトオブジェクトというものがあるんですけれども、このオブジェクトは URI に紐付けられている Foo オブジェクトに対してメソッドを呼び出すことができるというものです。そして B のマシンがこの DRB オブジェクトオブジェクトに対してグリーティングメソッドを呼ぶと、このメソッドコールが URI を介して A のマシンで生成された Foo オブジェクトに転送されます。そうすると A のマシン上でグリーティングメソッドが実行されて、その返しが URI を介して B のマシンへ返ってきます。で詳しくは2016年の Ruby 会議の関さんのご発表がおすすめです。でところですね、ワイヤーシャークには実は DLB パケットのディセクターが標準でビルトインされていまして、で設定画面でポート番号を指定するだけですぐに利用することができます。なので、皆さんが DLB パケットを解析したい場合というのは特にあえてディセクターを自作する必要は全くないんですけれども、今回はあえて Ruby で作ったディセクターで DLB パケットを解析してみるという趣旨でやっていきたいと思います。一般論なんですけれども、ディセクターを作るためにはまず今から解析したいパケットの構造をあらかじめ知っておく必要があります。ということで早速 DLB パケットの構造を確認してみたいと思います。まずリクエストパケットの構造を見てみます。
これは先ほどの例だと B から A に対してグリーティングメソッドを送るところです。でこれが DRuby のソースコードなんですけれども、リクエストパケットは DRuby メッセージクラスの send request メソッドの中で送信されています。でパケットに含まれている各データはマーシャルダンプされていて、で最終的に一連の文字列としてストリームに書き込まれます。でリクエストパケットには5種類のデータが含まれています。今ご覧いただいているこの吹き出しの中は実際にマーシャルダンプされたこの5種類のデータを出力したものです。でパケットの最初の部分がオブジェクトの識別情報を表すデータになっています。その次に呼び出しているメソッド名を表すデータが続きます。さらにメソッドに渡す引数の数を表すデータが続きます。その次にメソッドに渡す引数そのものを表すデータが続きます。引数というのは先ほどの引数の数の分だけ繰り返し同じ構造が現れます。で一番最後がブロックを表すデータになっています。続いてレスポンスパケットの構造を見てみます。これは先ほどの例だとグリーティングメソッドを実行した返り値を A から B へ返却するところです。でレスポンスパケットは DRB メッセージクラスの send reply メソッドの中で送信されています。でレスポンスパケットには2種類のデータが含まれていて、パケットの前半部分がメソッドの呼び出し結果が、メソッドの呼び出しそのものが成功したかどうかを true false で表しているデータです。で後半部分がメソッドの返り値そのものを表すデータになっています。でこれを踏まえて今回どういうふうにパケットを解析するのかについて考えてみます。先ほど DRuby でやり取りする各データというのはそれぞれマーシャルダンプされているというふうにご紹介しました。で詳細はマーシャルフォーマットのドキュメントを確認していただきたいんですけれども、マーシャルダンプで出力されたデータには前から順番にデータの長さ、データの種類、そして実際のデータの値が含まれています。で、真ん中のデータの種類というのは例えばこのデータが文字列なのかであったりとか数値なのかであったりとかを表すものです。で今回作るディセクターではこういったマーシャルデータが含んでいる内容を解析して表示できるようにしたいと思います。そのためにデータの長さ、データの種類、データの値を解析するヘッダーフィールドをそれぞれ用意します。でデータの値に関しては実際のデータの種類によってはこう様々な値があり得るんですけれども、今回は一旦数値を解析するヘッダーフィールドと文字列を解析するヘッダーフィールドの2種類を用意したいと思います。ということで、定義したヘッダーフィールドの一覧がこんな感じになります。配列の中の要素が上からデータの長さを解析するヘッダーフィールド、データの種類を解析するヘッダーフィールド、数値を解析するヘッダーフィールド、文字列の値を解析するヘッダーフィールドを表しています。ところでですね、先ほど、マーシャルダンプされたデータにはそのデータの種類を表す値が含まれているというふうにご紹介しました。でその値というのが今ご覧いただいているこの囲まれている部分ですね、 T であったりとか I であったりとかダブルクォーテーションの部分なんですけれども、この値を見ただけだとこれがどういう意味なのか、実際にどういう種類のデータを表しているのかというのはちょっと判断が難しいかと思います。でこの値が実際にどんな種類のデータを表しているのかについてはマーシャルフォーマットの中で定義されています。なんですけれども、今のままだとこの難しい形式のままそのままパケットディテールペインに表示されてしまいます。そこでマーシャルフォーマットの定義を参照してこういった値が表している実際のデータの種類を文字列で得られるようなハッシュをコンフィグファイルの中に用意してみました。このハッシュをデータの種類を解析するヘッダーフィールドに持たせます。こうすることによってパケットディテールペインにデータを表示する際にこのハッシュを参照してデータの種類を読みやすい形式で表示できるようになるという機能です。で、ここまでがレジスターセクションの定義になります。で次にディセクターセクションについて考えてみたいと思います。最初にパケットの先頭から6バイト目にある値を確認します。この値が true か false を表すものだった場合、これは先ほどご覧いただきましたメソッドの呼び出し結果が成功したか失敗したかを表す true false であろうとおそらく思われるので、このパケットはレスポンスパケットであるとみなすことができます。でそうでない場合はリクエストパケットです。それではレスポンスパケットのディセクターセクションを定義していきます。レスポンスパケットの中にはメソッドの実行結果の true false を表すデータとメソッドの返り値を表すデータが含まれているので、今回はこれらをそれぞれサブツリーとして表示したいと思います。
でサブツリーの中詳しく見ていくんですけれども、まずはメソッドの実行結果の True False を解析するサブツリーからです。まずパケットの先頭0バイト目にはこのデータの長さを表す値があります。ここにデータの長さを解析するヘッダーフィールドを対応付けます。でその次の位置、このデータの種類を表す値があります。これは先ほど確認した、True False の部分です。でここにデータの種類を解析するヘッダーフィールドを対応付けます。続いてメソッドの返り値を解析するサブツリーの定義です。こちらはまずパケットの先頭から7バイト目にこのデータの長さを表す値があります。ここにデータの長さを解析するヘッダーフィールドを対応付けます。次に13バイト目を確認しています。ここに、このデータの種類を表す値があります。これを確認して今解析しようとしているこの返り値が数値なのかそれ以外なのかを判断しています。数値だった場合、まずは今確認した13バイト目にデータの種類を解析するヘッダーフィールドを対応付けます。そしてその次の位置に実際の返り値があるので、ここに数値を解析するヘッダーフィールドを対応付けます。で数値のデータは長さが可変なので、このデータの終端の位置を明示的に指定する必要があります。それに加えて数値はマーシャルフォーマットで表現されているので、パケットディテールペイに表示する際にこれを整数表現に戻して、表示するという処理が必要です。で返り値が数値以外だった場合、その次の14バイト目にこれが文字列であることを表す値があるので、まずはここにデータの種類を解析するヘッダーフィールドを対応付けます。さらにその次の位置に実際の返り値があるので、ここに文字列の値を解析するヘッダーフィールドを対応付けます。文字列のデータも長さが可変です。ここに、このデータの終端の位置を明示的に指定する必要があります。でここまででレスポンスパケットのディセクターセクションが完成しました。でリクエストパケットのディセクターセクションについては解説を省略するんですけれども、まあ、同じように対応付けの定義が必要です。それではこのディセクターを使って DLB パケットを解析してみたいと思います。で今回、実行するスクリプトがこちらになっていて、左側ですね、 A のスクリプトに Foo クラスを定義しています。その中に先ほどのグリーティングメソッドと、あとは、2つの引数を受け取って足し合わせる SUM メソッド、あとはブロックを受け取ってそのまま実行する WithBlock メソッドが定義されています。右側の B のスクリプトの方はメソッドの呼び出し側です。グリーティングメソッドの引数に DLB という文字列、 SUM メソッドの引数に数値の1と2、WithBlock メソッドに WithBlock という文字列を渡して呼び出しています。それでは実際にやってみたいと思います。この話をしながら、ちょっと実際にこの拡張ワイヤーシャークの画面を立ち上げていたんですけれども、今ちょっとこの画面に表示されている部分ですね、まだ何もパケットをキャプチャーできていない状態なので、この画面が空っぽの状態になっています。で今から、パケットキャプチャーがうまいことできれば、ここに何かが表示されてくるということになります。で、ちょっとお待ちください。はい、私の手元に、先ほどの A スクリプトと B スクリプトを用意していますので、これを実行していきたいと思います。でそうすると、B のスクリプトを実行した側のターミナルにメソッドの実行結果が標準出力されてくる予定です。はい、表示されましたね。今ご覧いただいて、ちょっともしかすると画面が小さいかもしれないのでちょっと大きくしようかな。よいしょ、この部分ですね、3つメソッドコールを行って、でそれに対してそれぞれ返り値が、返ってきて表示をされたという状態になります。一番上がグリーティングメソッドの返り値の HelloDLB という文字列、2番目が、SUM メソッドの返り値の3という数値、3番目が WithBlock メソッドの返り値の WithBlock という文字列になります。でこれを、うまいことキャプチャーできているのかどうかというところなんですが、はい、キャプチャーできていました。今ここ、パケットリストペインは、ありがとうございますありがとうございますパケットリストペインをご覧いただくと、6つのパケットが、送信されていることが確認できます。これが、それぞれのメソッドコールに対するリクエストパケットとレスポンスパケットということになります。で一番上から見ていくんですけれども、一番上がこれがグリーティングメソッドの呼び出しになっていて、で、引数のサイズが1つになっていて、実際の引数がよいしょ DLB という文字列であったことが確認できます。で、グリーティングメソッドには特にブロックを渡していなかったので、ブロックをキャプチャーするフィールドに関しては空っぽの状態になっています。
で、次、レスポンスパケットですね。グリーティングメソッドの実行が成功しているということと、その返事が、ストリングの HelloDLB であったことが確認できます。で次、リクエストパケットなんですけれども、これがサムメソッドの呼び出しで、引数の数が2つで、引数は1つ目が1になっていて、2つ目が2になっています。でそれに対してレスポンスパケット、メソッドの実行は成功していて、返事がインテジャーの3だったということが確認できます。最後ですね、with ブロックメソッドなんですけれども、with ブロックメソッドの呼び出しの際に、引数の数が0として、キャプチャーできるんですけれども、これに対しては、ブロックが渡されていて、これ具体的な内容についてはちょっと今回簡単のために、表示を省略しているんですけれども、先ほどグリーティングメソッドでは空っぽだったところに、DRB オブジェクトという何でしょう、文字が表示されていることが確認できるかと思います。でこれに対してレスポンスが、メソッドの呼び出しが成功しているということと、返事がストリングの with ブロックであったことが確認できます。ということで、キャプチャーに成功しました。ありがとうございます。あとスライド2枚しかないんですけども、こういう感じで、拡張ワイヤーシャークでの、Ruby でのディセクター開発を皆さんにもお楽しみいただけると幸いです。始め方は、一応リードミーの方に書いておりますので、こちらをご覧ください。ということでですね、ここまでパケットアナリシス with MRuby on Wireshark というお話をさせていただきました。で、今回の登壇にあたってインスピレーションをくださった方々、土地からを貸してくださった方々と、あとですね、この貴重な時間を一緒に過ごしてくださった皆さんに感謝をしつつですね、ご清聴ありがとうございました。